オードリー・メイ・シェパードは、婚姻制のオードリー・ウィリアムズでより広く知られていた、アメリカ合衆国の音楽家で、カントリー音楽の象徴的人物、ハンク・ウィリアムズの最初の妻であり、ハンク・ウィリアムズ・ジュニアの母、ハンク・ウィリアムズ3世とホリー・ウィリアムズの祖母である。オードリーとハンクは、1944年12月15日に結婚し、1952年7月10日に離婚手続きが完了した。シェパードはアラバマ州パイク郡で生まれた。1943年にハンク・ウィリアムズと出会った時、彼女は20歳で最初の夫と別れ、一人娘、リクレシアを抱えたシングルマザーであった。結婚式は彼女の最初の夫との離婚手続きが完了したわずか10日後の1944年12月15日に、アラバマ州アンダルシアに近いガソリンスタンドで、治安判事の前で執り行われた。それまでハンクの母リリーがもっぱらになっていた、ハンクを鼓舞する役割を、オードリーは引き受け、新婚の二人は、ソングライターで、音楽出版社Acuff-Roseの共同経営者の、一人でもあったフレッド・ローズに会うため、テネシー州ナッシュビルを訪れた。ローズは、ハンクの歌を気に入り、スターリングレコードで2回の録音セッションを行うよう求め、そこから2枚のシングル、1946年12月発売の、ネバー・アゲインと1947年2月発売の、ホンキー・トンキンが生まれた。この2枚はいずれもヒットし、ハンクは1947年の早い時期に、ローズを、ハンクのマネージャー兼音楽プロデューサーとして、MGM レコードと契約を結んだ。一方、オードリー自身も、ステージでの成功を求めて動き出した。二人の関係が始まった当初から、ハンクはオードリーを、バックバンドの一員に加えることがあり、彼女は歌うだけでなく、アップライトベースも弾いていた。カントリー音楽関係の伝記作家コリン・エスコットの記すところでは、彼女とハンクのデュエットは、結婚生活の延長線上のようなもので、一音一音で、どちらが勝るのか、彼女がハンクに挑み続けるようなものであったという。二人は何曲もデュエットを録音しており、オードリーが前面に出ているものとしては、ロスト・オン・ザ・リバー、I Heard My Mother Playing For Me、Dear Brother、Yes Remembered Me, The Pale Horse and His Rider, Yes Died For Me, Help Me Understand, Something Got Hold of Me, I Want To Live and Love, Where the Soul of Man Never Dies などがある。オードリーはマンション・オン・ザ・ヒルを書いているが、これはフレッド・ローズと出会った後、ハンクがスランプに陥り曲が書けなくなったためだったと言われている。1948年の早い時期には、ハンクが再びアルコールに溺れ始めたため、二人の関係は緊張をはらむものとなった。オードリーはハンクから離れ、アルコールと自分のどちらを取るのかとハンクに迫った。結局、二人は和解し、1949年5月26日に、オードリーはランドール・ウィリアムズを産んだ。ハンクは息子に、グランドオール・オプリに出演していたコメディアンのロッド・ブラスフィールドが腹話術に使う人形の名にちなんでボシファスとあだ名をつけた。オードリーは出産後もグランドオール・オプリにしばしば出演し、息子の正式な本名をハンク・ウィリアムズ・ジュニアに改めた。その一方でオードリーはセンプとの間の娘であるリクレシアをハンクの養女とすることは拒んでいたが、これは、もし離婚となった時に娘をハンクに奪われるのではないかと恐れたためであった。1951年12月31日、相互不信と、ハンクのアルコールや薬物問題の再発で揉めた末に、オードリーはハンクに、ホテルから電話をかけ、当時一家が住んでいたテネシー州の家に自分が戻るまでに、家から出ていくよう促した。この時ハンクは、自らの運命を予言するように、オードリー、君なしじゃ、僕は、あと1年も生きられないよと言ったとされている。しかし、1952年6月に、オードリーは、ハンクと2度目の離婚をした。彼女は、離婚に際して、家と子供たち、そして、ハンクの将来のロイヤルティ収入の半分を将来にわたって再婚しないことを条件として獲得した。ハンクの死から数ヶ月後の1953年の遅い時期にオードリーはハンクの5歳ビリー・ジーン・ジョーンズに$30,000を支払い、その時点まで2人がいずれも使っていたハンク・ウィリアムズの未亡人という肩書きや表現の使用を放棄させた。ハンクの母リリーはこの問題では珍しくオードリーの主張に同意した。アラバマ州、モンゴメリー郊外の墓地にある、オードリーとハンクの墓。亡き夫と同じように、オードリーもまた、アルコールと薬物の問題を抱えていた。ハンク・ジュニアは、18歳になって、以降は、母と疎遠になった。オードリーは、その後も生涯再婚しなかった。彼女は1975年11月4日に、亡くなった。オードリーとハンクの墓は、アラバマ州、モンゴメリー郊外の墓地にある。オードリーは、ウェロン・ジェニングスをフィーチャーした、ジョニー・キャッシュの曲、ザ・ナイト、ハンク・ウィリアムズ・ケーム・ツー・タウンの歌詞で言及されており、この曲は、アルバム、ジョニー・キャッシュ・イズ・カミング・ツー・タウンに収められている。彼女への言及は、シューター・ジェニングスの、タングルド、アップ・ローゼズや、ハンク・ウィリアムズ・ジュニアと、ウェロン・ジェニングスのザ・カンバセーションにも見られる。ありがとうございます。